だだだまだまだだね。ダメだ。いろいろな手で動かな。ミュートかけてください。あ、ここお互い敵ですね。よろしくお願いします。スマホのディスコード通話が見つからない。なぜだ。どういうことだ。どういうことだ。ナイスボタンです。ナイスです。ナイス。暗転対策ボットが押したんかと思った。目覚めちゃいやった。この暗転対策ボットって何なんですか？初めて見た。あのモブです。あ、こんにちは。あ、喋れた。お、喋れた。しました。はい、スマホの通話ボタン発見しました。そう。改めてよろしくお願いいたします。あ、待って待って、喋れた。私がオツです。握手ボタンを押して今コスト買うときかなって。面白いなあんま絶対始まっちゃった。ブルーカー、ブルーカーを押さないで。よいしょ。あ、いきましょう。あ、寝てよ。ちょっと発表して。これもさ、どうなんだろうね。自分、シュゴさん、シュゴさん、どこかで見た気がする。コンサボって誰が直しました？僕が来ました。トサさん、入れ聞かばえてるで死んでると思います。トサ以外にいます？4人ぐらいいます。アカネ、シオン、アサメさんいましたよ。したら、その人たちはまず無理で、で、シュゴさんが死んだのはコンサボが治ってからです。だから治ってから、あ、治ってからだったらうち最後合流してる。エレキかバイタルどっちかに置いてった。で、僕が、コミサボなっていう時にエレキ、バイタル入って、その時にシガーさんとすれ違いました。あ、僕も見ました。大津ですけども、僕も電気で見ました。うん。じゃあ、ムーちゃんボタン押してるか無理じゃん。無理。確かね、10秒死ぬ、この、会議が行われる10秒ぐらい前に見たような気がします。じゃあ浮いてるのってアンコ、ソーディロは一緒にいるんだっけ？うん、アンコは今最終武器庫で下通っていきました。トイさん以外、じゃあトイさんは最終石油で、エレキで多分大津さんを見かけてるはず。大津さんが見えてるかもしれない。でも、トイさんと見かけたのは、僕、この映画始まる20、30秒ぐらい前なので、
インターバルが結構あったと思う。そんなに前ある。いや、でもね、結構あったと思うよ。とりあえず、ムーさんと小宮様に行った人以外は多分全員容疑者に入る感じがします。はい、自分含めて容疑者に入ると思います。あかね、あさめ、しおんとあさんこ、ムーでしょ？あさめ、あか、あさめ、1秒か2秒以内のキレです。ボタン。うん。バイタル情報？バイタル情報です。オッケーオッケー。じゃあ、エレキじゃない？エレキか石油じゃない？あたりじゃないかな。エレキ石油なら自分人だね。うん、え、トイさんはシュガさん見てないの？シュガさんはこんな時に鳴らしてるやつ。シュガさんね、なんか、番号だと、2356あたりうろうろしてた。多分、ガシャンタスクやって、ルソブリと、なんかコミサボなった瞬間にバイタルにピュンって行ったの見てるから。いや、そう、自分勝ちタスクだけやって、そのままもうすぐセキュリティテープのとこだから。のワンちゃんとは。あ、でも、掃除路見てないの？見てない。理論的にはトイさんが怪しい。うん。ああ。誰だよ。そうんか。はい、です。え、これ押してほしそうだったから押しただけなんですけど、みーちゃんなんか。あ、いや、なんもないです。なんもないですか。なんもないです。ちょっとぐるぐる回っちゃいました。さっきのでアモアスがの、大津なんですけども、アモアスが半年ぶりなんで、全然やり方忘れてましたんで、ちょっと不審な動きあったらすいません。大丈夫です。はい。常に不審な動きしかしてないんです。あ、初心者です。よろしくお願いします。あ、初心者です。よろしくお願いします。なんか嘘ついてる。なーに言ってんだ。人が見てる前で弁当に入ります。わかります。じゃあ、あさめさん。あさめちゃん釣ればいいんじゃないって言われて。あさめちゃん釣りましょう。やめてください。クルーです、今は。今は。わ、あ、じゃあ釣る。とりあえずサウンドボタン押すのやめよう。ダメだって。ごめんごめん。これって切られてマットになった人ってサボ直せるんですか？どうだろう。マットのサボ、まあ、やりたい。直さないもんね。多分直さないんだよね。直さない方がいいと思いますよ。はい、オッケー。私貨物で停電直しました。今。ナイス。ナイス。僕はさっき停電とコミサボ直しました。ナイス。ナイス。ナイス。みんなで褒めていくスタイルなんですね。え、ここで、煽り始めてこんな BGM 流れたら喧嘩になるだけですよ。ちょっと血の気が多い人がいるんでね。それファイトだと。これどこ終わってます？戦いこそが全てって教わってきてるんで。解決するには拳だけ。攻撃は最大の防御って言ってるでしょ。ボクサーかなんか闘争心が足りなかったみたいで。え、サウンドボタンってどこにあるんですか？あのね、パソコン。あ、じゃあダメだ。会議してねえな。父さん、一緒やで。会議してねえな。結局、何をしたかったかのようなが聞こえる。釣られた時に使いたい、その音。なんか、そういう。
ブちゃんどこですか。キッチン、あ、じゃあ、と、武器庫とキッチンの間です。武器庫とキッチンの間か。掃除用に白が出せます。直近みたいな感じ？あ、おじさん、5秒以内。あ、切れた。5秒以内だったら、ドアスタン無理かな。多分シャアの方向かって行ってたかな。え？メインのところで一緒に合流してた。から、あの、途中で別れたから分かんないけど。シャワー来てないよ。あ、シャワー来てないなら、電気の方？メインにも行ってないですよ。え？僕、キッチンで。あ、違う違う、トワさんじゃなくて、トイさん、トイさん。うん。トイさんどこ行ってんの？トワさんずっと展望デッキいた？今、石油いますよ。5秒前にね、アドミン見たら、コックピットに武器庫に展望1の状態があって、5秒前だったら展望いますね、確かに。あ、じゃあ、多分、トワさんじゃなくて、その武器庫にいた人が、殺してるんだと思う。小次郎さんどっから行ってますか？コックピット。コックピットから。コックピットからムーちゃんと行ってるのね。うん。他の人の位置。私最終エレキで、トイさんがエレキに入ってきたのとすれ違って終わりです。うん、紫すれ違い、ピンクすれ違い、赤すれ違い、バイタル見ようとしたとこでもなってしまったんで。はい。あとごめんなさい。O2 さんの話聞いときたいです。多分次話さなくなっちゃうから。そうか。O2 さん。O2 さん。あ、僕ゲームから除外されました。あ、でも最後の位置とかだけ教えてください。電気です。エレキです。エレキで、トイさんとアカネさん見てますか？あ、トイさんは見ました。アタルさんは確認できてませんが、多分誰かとはすれ違いました。おー、じゃあ。両津さんとすれ違ったので、私です。ずっとガチャガチャやってました。うんうんうん、あ、僕もバッチンバッチンやってました。トイさん、石油に行くときに誰かとすれ違ったりしてませんか？すれ違うっていうか、一緒にとか、後ろついてきた人とか。いや、多分停電直したときにムーさんと赤、白と、死んだ黄色が一緒に見えたぐらいで、それ以降は見えてないですね。リオンさんはどこに行かれたんだろう。僕今エンジンルーム上あたりですね。目の前に誰かとすれ違ってると思うんですけど、うん、ムーさんかな。ムーさん、そう、ジローさん。ジロー、ジローかな。ここ最後どこにいんの？うち？最後はメイのあれかな、シャワータスクというか、シャワーのトンネルの配線か、正確に。うん。どこ？浅目さんが、昇降機右の停電の目の前で、目の前というか停電のところで死んでました。うん、浅目さん。倒産無理ですね。停電前にカメラ見てた人誰ですか？あ、無です。じゃあ自分がエンジンにいるのは信任されてるのでは？あ、見てない。嘘。あ、問いさんのは僕が見てます。ああ。で、アーカイブにシオンさんがいたのは見てます。うん、だからシオンさんをちょっと疑ってるかな。一応、総次郎さんが最後に席に来ました。入りました。エレキ側から？そう。エレキ側から。シオンさんってアーカイブからどういう動きされましたか？僕ずっとアーカイブですね。なんか本やってました。停電直しに行かなかったってことですか？
諦めましたね、そこは。本庫どこ？うち最終はバイタル。多分カメラ映ってたんだ。ラウンジから貨物に降りる姿映ってたんじゃないかなと思う。まあ、直近だったらもう、先に診察、バイタルのとこのゴミ箱タスクやってたから、見えてないかもしれない。私停電直しに行ったから。ああ。誰かと買っちゃったんだよね、停電。朝見ちゃった。あ、一緒勝ち上がってたね。よくわかんないけど、右側釣りたいな。誰？確実に橋本さんが割ともう2アウトぐらいかもしれない。塩本子がよくわかんない。誰かガラスが割れちゃった。心臓がロッキンの音を入れてるからそれ。え、村長は貨物で停電の配電盤触りました？触ってない。触ってない。というか、ゴミ箱タスクやってるタイミングで停電くらいだったから、先にタスクやってたっていう感じです。で、うん、行こうかなと思ったら治ったから、もうそのままバイタルの方見に行こうかっていう感じだった。ああ。え、なんか今カチャっての見たような感じがしたんで触ったのかなと思って。いや、あのね、暗くなって一瞬明るくなったように見えてまたすごく暗くなったから多分カチャってるんかなって思ってた。多分ね、あさめちゃんだと思う。配電盤前だから。うん。いやー、話聞くとしようか、そう。こう。あれだよね。カメラ、最後カメラ見たのがトマさんだよね。うん。あ、僕席から出て。ぬーちゃん見てトワさんに白出せるって感じでだね。だからトワさんがこうもう白で、うん。エリックから来てる。そう、大次郎も時間的に無理じゃないかな。そうだね。厳しそうではあるけど、まあワンチャンベントで飛んでぐらいか。うんうんうん。いやーでもこれ。つらなきゃいけない場面だから。うん。ああ、なるほど。ああ。ちゃんバイタルとかはなんかまたその前に死人か死人は見てない脇一緒とかうん、石油1エンジンコックピットあたりで2くらいあってミーティングの方に1ずつは見えたんですけどミーティングはうちだねボタン押してるうん最後コックピットいた人いますはいとトイさんどこいた最後、コックピット、ムーちゃんが確認してるのを後ろでこう眺めた後に、うん。最後、武器のところの、上のところとか、もうタスク終わってるんで、周り死んでないかなって見て、あかねさんとすれ違って。はい。石油って誰かいます？あ、じゃあ多分、ボジロさんだと思いますよ。うんコミサブなる前に石と石油の左の通路に行ったんだよね。コミサブ直ってすぐ見たら石油に位置ついてたんで。ああ、一応コミサブ直しました。はい。うん。でも、トワムはほぼ無理だと思う。どう切るの、うん、あかねさんってコミサブ直しに行きました？
行きましたよ、うん、でもエンジンぐらいで治ったのでそのまま下で武器しまってて問いさんが最後その後見に来た感じです。問いさんどこから来ました？メインからです。あの、あかねさんと一緒に、あかねさんが自分の前を走ってる状態。ポンコどこからミーティング行った？もうずっとミーティング？コミュナル前。あの、コミュナル前からタスク、もう今ちょうど終わってボタン押したっていう感じ、一応。じゃあ私目線、問いさんかあかねさんかな？うん。おみさま前に多分死んでて、だと思うんすよ。トイさんって多分無理。ちなみにタスク状況どうですか？終わってまーす。じゃあ言ってたように終わった。早い。あと4もあります。すいません。頑張ります。はーい。あーす。これ、大丈夫。あれだよね。シアで落ちてる前提で行くよね。うん。うん。だったらタスク進行か。うん。ね、終わった。てる終わってる、あと4か、うん、ボタン入ればいける感じ。あ、でもそっか、あかねさん、コミサブ前赤見たのか。そうそうそう、だから多分トアさん、トイさん目線足すと私だいぶ無理やと思ってほしい、うん、切るのは2票入ってるの。入れました、入れました。殺意高いな。いや、まあでもね、あれセリフなんですけど、おう、サンコが切れました。え、どういうことってことは終わってないってことはマットメイドってことでしょ。あ、なるほど。だからこれもう一郎しか残ってないっていう状況でしょ。いや、ムーちゃんが本当だったらだけど、ムーちゃんは多分さっきの姿勢とか、うん、多分場所位置的にも白ほぼほぼだから。え、じゃあ私目線トイさんなんですけど。いや、まあ、多分ここはもうお互いだから、もうムーンちゃんが決めるしかなくて。いや、今だからさ、うん、さっきの投票からしても自分に入るから今どうしようかなって、どこで白要素拾おうかなっていうところなんだけど、なんだろうな。アピールしてください。アピールしていいですか？じゃあアピールしてください。さっきの前のターン、総次郎さんが石油キッチンの間で死んでいる想定やった場合に、私最初、トワさんが、あかねさんアーカイブにいたかって言ってたじゃないですか。なので、アーカイブでコミサボ前一緒だったんですよ。で、メインあたりで問いさんの発言から私が前を走ってるってことは、私は電気、石油とかに行くのも、メインの弁当使うのもできないので、そのままアーカイブから、コミュサバ直そうとストレートに走ってることになって、最終武器なので、うんうん、私が切りに行く気がないです。はい、以上です。おいさん、白アピしてください。いや、こう、その理論だと確かに切れ残りだって一郎だもん。うん、決めました。ね。これはもうしょうがない。サレンダーするしかない。その理論でいかれるともう、他が詰めれないもん。よいしょ。いや、むーちゃんに入れとこう。ありがとう。人気投票になっちゃった。そうだね。いや、自分がね、メインの出しちゃってるからしょうがないね、もう。鳴らす鳴らす。
やなすげえな理論だね。いやー、今のすごいな。今のスキルはもう持ってこれたらどうしようもない。うるさい。うるさい。うるさい。チャラップ。